沖縄県の茶丹町議会議員選挙が告示されました。NHK 党から立候補しております、牧市雄一へのご投票をよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうも、NHK 党参議院議員の浜田悟志でございます。今回も動画を見ていただきましてありがとうございます。去る9月6日火曜日、沖縄県の茶丹町において、茶丹町議会議員選挙が告示されました。こちらは、 9月11日日曜日が投票日となっております。NHK 党からは、牧市雄一、牧市雄一が立候補をしております。社団長の有権者の皆様、ぜひとも牧市雄一へのご投票をよろしくお願いいたします。えー、ここで牧市雄一候補の選挙候補をお見せします。ちょっと画面を切り替えます。 はい、えー、こちらが、牧き雄一の選挙候補となります。31歳ということで、まあ、非常に若い候補者で、えー、ございます。はい、NHK 党からの立候補でございまして、えー、去る、えー、先月、先々月に行われました、参議院議員選挙において、牧き雄一は、はい、あの、佐賀県の選挙区から立候補をされて、はい、あの、NHK 党の にとってですね、はい、あの、国政政党を、まあ、維持するという結果を出したことに関して、えー、大きく貢献をされた方でございます。えー、ぜひともですね、まあ、茶壇町の方におかれましては、えー、NHK 党をご支持いただいている皆様も、まあ、そうでない皆様もですね、NHK 党の牧紀雄一へのご投票をよろしくお願いいたします。ということで、まあ、巻雄一候補はですね、あの、まあ、 いろいろと SNS などについてもですね。まあ すでに準備をしておりまして、YouTube であったり Twitter あ、あとは Instagram ですね、えー、その他もろもろありますので、また概要欄の方にね、あのリンクの方を貼っておきますので、えー、皆さん、えー、まあ、適宜ご覧いただければと思います。で、えー、この茶ャ町議長期会議員選挙なんですけれど、はい、定数が19で候補者数が24の激戦となっております。 はい。あの、まあ、概要欄の方にもですね、またリンクを貼っておきますが、あの茶町、チャ町ン長、町の方の選挙管理委員会関連のですね、え、リンクがありまして、そちらにですね、もうすでに、え、候補者の、ま、リストであったり、候補者の選挙候補をね、先ほどお見せした、あ、ものもですね、全候補者分のものが、ま、揃っておりますので、まあ、またそちらの方もですね、え、見ていただいて、え、投票の際のご参考にしていただければと思います、 はい、思います。ということで、はい、あの、まあ、参議院選挙が終わって、まあ、もしかするとね、あの、初めての NHK とにとっての地方選挙かもしれません。ということで、えー、茶谷町にお住まいの皆様、繰り返しになりますが、NHK 党から立候補しております、えー、牧市祐一、牧市祐一へのご投票をよろしくお願いいたします。えー、最後に、はい、もう一度ですね、えー、牧市祐一候補の、はい、あの、 選挙広報をお見せします。で、あの、まあ、一応ね、あの、この顔写真の横に出ております文章だけこちらで読み上げさせていただきます。NHK のおかしな受信料制度、スクランブル化を進めず、受信料未払いでも視張でき、視張していないのに受信料を支払う制度、悪質な集金人の 取り立て、NHK 職員の高額な人件費、一人当たり約1700万円や、下手外れの新社屋建設費、NHK 職員の度重なる不祥事、さらにカーナビやスマホだけでなく、インターネット環境があるだけで受信料を徴収しようとしています。NHK から国民を守る活動のため、我々一人でも多くの政治家を国会や地方自治体に送り込む必要があります。とのことでございます。 はい、えー、ぜひともですね、茶谷町にお住まいの有権者の皆様、牧き雄一へのご投票をよろしくお願い申し上げまして、こちらの動画を終わりにさせていただきます。ということで、えー、最後に茶谷町議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。はい、えー、どうもありがとうございました。